健康・完全性の西洋思想と調和の東洋思想長野県看護大学外国語講座英語助教授江藤博之氏の研究によると健康を意味するヘルスという言葉は古英語の完全な春を語源に持つといいます図三問ともに長野県看護大学企業2000により引用過失健康・ヘルスの根本よしは 全く欠けたところのない完全な状態で、さらに、その背後には、神話の世界における古代ゲルマン人の、完全なるもの、原初心への崇敬があると言います。従って、春から派生したホーリー、神聖な、ハロー、神聖にする、ヘイレ、達者な、ヒール、イヤスなどの語りは、すべて、完全なるものへのイメージが隠されているのです。この章の冒頭、 WHO 検証処分健康の定義に掲げるその完全性はおよそこの辺りの事情に由来しているようです。一方、東洋の古典思想はあるもの主義第2章でも底ばく触れましたが自然との調和に答えを求めるものが多い。一つの例としてそれを象徴するシンボル引用の図を見てみたいと思います。図図この形をした図は 一般的に引用対局図といい対局の中に陰陽が生じた様子が描かれていますウィキペディア対局図ではさらにその成り立ちがわかるこの図は古代中国道教のシンボルでもあり韓国の国旗にもなっています白黒のま玉を組み合わせたようなデザインになっていて黒色は影を表し白色は日を表している それぞれれ、ぞの木が生まれ徐々にに盛んになっていく様子を表しやがて影は日を飲み込もうとし日は影を飲み込もうとする影が極まれば日に変じ日が極まれば影に変ず影の中央にある魚目のような白色の点は影中の日を示しいくら影が強くなっても影の中に日があり後に日に転じることを表す日の中央の点は 同じように支柱の影を示しいくら日が強くなっても日の中に影があり後に影に転じる対局図はこれを永遠に繰り返すことを表しています影と日がバランスしているだけでなく常に影の中に日が日の中に影がそれぞれ内包し牽制もするのです前出の中国の古典遺書である召喚論の中には 病気を治す根本を治む病の原理として書かれていますすべての病はあるいは発汗させあるいは吐かせあるいは下しあるいは血を失うなど津液を失っても陰陽が自らわせば自ら必ず癒える本病若発汗若と若か若滅び血滅び椎液、陰陽自和者必有 体の体液が失われたとしても陰陽が忘れバランスが取れると病気は治ってしまうということ意味深いこととして表題は治む病の原理となっているのに必ず言えると結んでいることです治るではなく言えるの字をあてがっている先ほどの西洋の健康ヘルスの語源は完全性を示す春でしたヘルス健康 は、ヒール、癒やすの動詞に状態を表す TH がついたものです。そのヒールを、さらにオックスフォード英語辞典で調べてみますと、to make, call, or sound, in, bodily, condition, to free, from, disease, or a i l m e n t restore, to health, or soundness, to cure, of, a, disease, or wound 肉体的状態において、完全、 すなわち正常にすること疾病等をなくして健康状態を取り戻すこと病気やけがをなくすことと書いてあるそうです癒すとは体をホール完全な状態にすることつまるところ健康は完全なるフィール癒すを前提としているのです西洋の古典が健康に完全性を求めつつ その根本を「ヒール・イすス」とし東洋の医学の古典である召喚論は陰陽の調和を原点としつつ治す原理は「癒えること」だと説いている道理は違っても結果は同じ「癒えた状態」を求めていますそれが健康を取り戻すことなのだと